こんにちは、木下ゆかです。今日はね、ついにです、健康診断の結果です。やばいです。もしここでね、重大な病気が見つかったら、私は大食いをやめないといけないかもしれない。そういう恐ろしい結果がここに詰まってるようです。見てみましょう。じゃんじゃーん、はい、来ました。です。喧嘩送付のご案内。この度は当院のドッグ健康診断ご受診くださいまして誠にありがとうございました。結果発表をお送りいたしますので、ご観覧ください。ご観覧ください。いや、初めて見るこの感じ、よくわかんない。当院では検査データの再チェックと専門医による20秒の方ご希望の方ご連絡ください。これはよし、これです。よくわからん、なんか A とか B とか C とか書いてあるけどよくわからん、なんだこれ。ちょっと日本語で書いて、わかんない。やばい、やばいのかいい、やばいのかよくないのか、やばいのか何なのかよくわからない。あ、とりあえず日本語が、肺に異常なしっていう日本語が、肺は大丈夫みたいです。私ね、もうわかんない、マジ日本語で書いてほしい、やめてこういうの、わかんない。あれです、もうね、よく言われるんで、私の身長と体重を発表します。身長159センチです。今回ね、私は最後測った時より2センチ伸びてたんで嬉しかったです。でも160センチいってなかったんでちょっと悔しかったです。で、体重ここで発表します。私ね、よくね、ネットに載ってある体重を見て、ゆかちゃんその体重なんですねって言われるんですけど、その体重じゃないんですよ、実は。で、一番少ない時の体重なんですよね。だからちょっとなんか、ね、ちょっとなんか、ごまかしてるみたいな感じになっちゃってますね。え、体重言う？いや、いい、あれ、44.7 でした。内臓脂肪面積 A ってことは、良いっていうことだと思います。聴力 A、 耳みたいです。すごく聞き間違いが多いけど脳の問題なんでしょう、これは。そして視力 1.0、1.2、まあ、これはコンタクトつけた状態でしたね。で、肺に異常はなしで、肝胆造形、これ全部多分 A なんで異常なし。そして腱尿路系、これも全部 A なんで異常なしと。やばい、私超優秀じゃん、これ宇宙飛行士なれるよ。これが結構あれですよね、皆さんが結構気にされてるあれですよね。中性脂肪 A、 HDL コレステロール A、 LDL コレステロール A、 血液系白血球 A、 赤血球 A。 大丈夫じゃないですかこれ、大体 A ですよ私。これさ、書いてほしいですよね。あなたは健康ですかさ、健康じゃないですか、それぐらいちょっと言ってほしくて。診察所見 A、 突起事故なし、あれです、これ私ほぼ健康だったと思います。で、まあ、食べ過ぎとって体に異常があるとかはないっぽいっす。健康診断の結果みたいです。これなんか微妙じゃない？じゃあまあね、健康診断の気になっとった人たちもいたので、これで報告でございました。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。